大橋正信のメインチャンネル。はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、今回は、立花隆が、オウム真理教のことをオウムと言ってしまっている、このムチバカというね、話題ではなくてオウムではなくてオウムと書いてしまった、ムチバカの話ではなくて、はい、これは7月1日の動画ですね。5分12秒の動画なんですけども、選挙ポスター剥がしても OK です。動画の内容をよく理解して実行してくださいという内容なんですけど、その前に、同じ同日7月1日の動画で、2分54秒、選挙ポスターを破ってもいい宣言、あなたのご意見コメント欄にお願いしますっていうことで、もうコメント欄を気にしてる、もう日頃ね、もうそもそも気にはしてるんですけども、わざわざ動画のタイトルにコメント欄にお願いしますって言ってるぐらい、ものすごく、情緒不安定、立花ペテン師の様子がよくわかる、表情にね、覇気が全くない、ペテン師の 音声をお聞きください。不愉快でしょうけども、はい、今ちょっと緊急で動画回してます。出た、緊急で動画回してますですって緊急で動画回してますですって、知らんがなでしょ緊急で動画回してますっていうやつの動画ほど、どうしよう、しょうもない動画っていうねそういうのありますけど、まあ、いいや。1日ですね、2020年7月1日お昼12時です、ちょうどね。このポスター乱闘に進みます。続いて右方向です。なんだこれ、物議を醸し出しておりましてですね一番迷惑かかってるのは、警察戦艦になるんですね。でポスター掲示板に対してポスターを剥がしたり破ったり落書きしたりという被害が相次いでおりまして、これをですね、これ全部お前の責任だからな。なあ、何でもいいよ。刑事責任者のお前の責任でもあるし、ポスター掲示板ジャックを発案した、そして実行させた、権利を売った、全てお前の責任だからな。一つ一つ警察や戦艦の方にお電話いただいている方、また私の方にご連絡いただいている方、ありがとうございます。しかし、ありがとうございますじゃねえだろうよ。ごめんなさいだろうよ。誠に申し訳ございませんだろう。何がありがとうございますだ、バカじゃねえかお前。もうこういうところから本当に人としての心が欠如している。どうしようもねえなお前。だからですね、今回の件はですね、多くのですね、この趣旨を理解できない人や批判的な人がですね、そういったポスターを剥がす、破るというような。趣旨を理解した上でやってる人も当然いると思います。気持ちはよくわかります。破りたくなったりね。落書きしたくなるような。気持ちはよくわかります。気持ちはよくわかります。ただ、やはりね、選挙ポスターを破るという行為は、どんなにクソみたいなポスターでも、どんなに、日本人としても恥ずかしいポスターだとしても、東京都民として、不愉快なポスターであったとしても、それは悪魔の選挙のポスターとして貼られてしまっている以上は、破いたり剥がしたり、傷をつけたり、落書きしたら、これもう重罪ですから、もう絶対にしないでください。はい。よろしくお願いいたします。これ我々が被害を出せば、私が被害届を出せば犯罪になるんですが、こちら側にも原因があるということでですね。当たり前だバカ野郎。落書き自由、切り裂き自由。は？25番から、東京都ね、25番から、48番までに貼っているポスターに関してはどうぞ好きにやってくださいと。なんだお前、管理放棄か。すげえな。お前先日なんか自慢げになんか言ってたよな。なんか問題が起きたらすぐに対応はできる。なんか言ってたよな。これがなんか自慢だみたいな。もう優秀なスタッフがたくさんいて、何か起きたらすぐ対応ができるって。素晴らしいことなんですって。できてねえじゃねえか、お前。これに、日曜日の発言でこれ、翌日の月曜日ですよ。もうすぐに対応ができると言った翌日に、もう、
管理を放棄しますって。大丈夫かお前。面白いなお前。いうことにしたいと考えています。ちょっとまだねその辺の最終判断はしかねておりますが、今日中に判断しようと思っています。判断遅いな。ぜひですね、皆さんのコメントを見て判断、最終判断したいと思います。でこれ何もね、ポスター検証を別に販売してるわけではありません。法律上販売してます、販売してます。立花は明らかに販売している意思があります。過去にそういった発言もあるし、文章も残っています。そしてポスターの権利を買った側、あえて買った側って言いますけどね、買った側もその自覚があります。そういったコメントも見ています。明らかにこれは売買です。今更何を言ってんだバカ野郎って話です。はい、ですから貼った方がですね、自分のポスターが破られたとかいう場合で気に入らない方はですね、ぜひ寄付を返してくださいということで、いただければ寄付返金させていただきます。お珍しい、金に来たね立花ペテン氏が。金を返してでも、もうこの案件はもう面倒くさいと、管理を放棄すると、責任を放棄したいんだという宣言ですね。珍しいですね。これは誠意でも何でもありません。もうただ単にもう面倒くさい、もう追及されたくない、批判されたくない、怒られたくない、その一心です。子供の、現実逃避、ただそれだけです。ポスターを貼った対価ではあくまでもありませんので、寄付は、希望の方は返金させていただきますということでですね、ちょっとポスターもう返金ってなっちゃってる時点で、返金対応するっちゃってる時点でもうこの掲示板ジャックは大失敗ですね。まあもちろんもう 10% も満たないぐらいの売り上げなんで、もう経営者としてもうゲのゲですね。もちろんね、ゲのゲのゲですね。はい、最高です。嬉しいわーですね。はい、選挙ポスターをですね、破ったり落書きをしたりすることは、これは正確に言うとですね、直ちにそれは違反じゃなくて、立花の許可があれば違反にはなりませんということでですね、まあ、お怒りの方がいらっしゃいますので、そういう方にポスターを破っていただいても構わないということにしたいと考えていますので、これは決して寛大な寛大な判断でも何でもありません。ただの、責任放棄です。管理責任放棄です。無責任以外の何者でもありません。はい、で当然のことながら、こんな立場の話を鵜呑みにしてポスターを破りに行くバカはいないと思いますけども、これはあくまで立場の主張であって、警察はそのように当然見ません。まかり間違っても、ね、ポスター掲示板を破ったり剥がしたり傷をつけたり落書きなんてしているところを警察に見られたらどうなるか、真っ当な人であれば当然想像できると思います。もう何も言いません、この件に関しては。この件に関してはというか、そのポスターを破るべきか破らないべきなんて、そんなね、当たり前のことを今更言うつもりはありません。立場の話を鵜呑みにして、ね、行動を取るっていうんであれば、勝手に自己責任でやればいいし、そんなことも自己判断もできないようなバカなんであれば、もう、勝手にやっとけと。進めねえけども。やりたいんだったら勝手にやればと。もうどうなっても知らねえよと。てめえの身はてめえで守るバカと。立花なんかお前のことなんか何も心配しねえし、何も守っちゃくれねえよと。その NHK 問題同様ね。はい、そういうことであります。続き聞きましょう。ぜひちょっとその辺についてのご意見ご感想いただきまして、そのコメント、まあ、こんなもんだな。はい、2分54秒5秒の動画はこんな感じです。で続きまして、選挙ポスター剥がしても OK、 動画の内容をよく理解して実行してくださいという音声を流します。よろしくお願いいたします。冒頭の NHK のぶっ壊すというあれは、ぶっ壊す気はないくせにいつも言ってるんで割愛します。お昼ぐらいに出した動画に対してのコメントをですねありがとうございます、4時になりましたので、判断をさせていただきます。まあ、結論から言うとですね、ポスターは剥がしていただいて OK です。法律的に OK なんていうことではありません。立花が剥がしてくださいと。もう、そういったポスターに関する対応はもうできないです。できないと。めんどくせえと。責任を放棄するというね、無責任極まりない、管理者
代表者としてあるまじき判断をしたというね、証拠の動画です。音声です。単にこれは、はい、法律的に OK なわけがありません。当然のことから、警察がそんなの見たら、現場で見たら現行犯でとりあえず逮捕はしますね、間違いなくね、はい。このですね、間違いないのしていただきたいんですが、この刑事責任者立花隆、これちょっと小さく文字なんですけども、刑事責任者立花隆、まあこれだけじゃなくていろんな種類のポスターがあります。今回25番から48番までに貼った24枚で刑事責任者が立花隆と書いたものについてはですね、まあ綺麗に剥がしてください。あ、剥がしたい。なるほどね、そういうことね。ああそういうことね、もうなるほどね。あの、証拠隠滅に測ってんのね。もう無理だからね、ペテン氏。もうお前が公職選挙法違反を起こしまくってる、やりまくってるっていうのはもう周知の事実だから、もう今更剥がそうが、ね。何しようが、もう証拠は抑えられてるから。ね、まあ、まあ、どっちが下の目的か知らんけどもね。はい。まあいいや、続き聞きましょう。剥がしてください。もうこれはね、でもね、これ大問題ですよ。ね、まだ選挙の中日過ぎてあと1週間、まあ1週間切ってますけども、7月6日まで、7日投票日ですけどもね、その日まで選挙が行われてて、ポスター掲示板に、もう立花はもう選挙最終日はもちろん投票日まで、もう貼っておく価値がない、だから剥がしましょうっていうことを言ってるわけでしょ。そんなポスターを税金使ってやろうとしてたわけですよ。ね、選挙の最終日まで持たず剥がさなきゃいけないポスターを作って貼っていた。大問題でしょ、こんなの。バカじゃねえの。何、ポスター掲示板ジャックで問題が起きて、こんなの消しからんと。いや、だから剥がしたんだからもういいでしょ。問題ないでしょ。責任取ったでしょとでも言いたいの。バカじゃねえの。バカじゃねえの。これが56歳児の判断か。剥がさなきゃいけないようなポスターを作って貼らせて、管理しきれなくなって剥がしましょうって。無能だな。無能だな、単純に。ただただ無能だな。ポイントはやっぱりいろいろとあるんですけども、まず一番これ NHK にお金を払わない人に対して我々はね、ちょっと本当バカなんじゃないのとこう言ってるんですよ。は？はあ、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回言おう、もう一回言おう。え？どういうこと？ポイントはやっぱりいろいろとあるんですけども、もう一回聞いてくださいね。これ NHK にお金を払わない人に対して我々はね、ちょっと本当バカなんじゃないのと。え、耳腐ったんですかね。何言ってんのこいつ。え、受信料払わないやつはバカ。ちょっと待って、頭混乱してきた。払わないやつはバカ。受信料払うやつをバカだったんじゃないの。ちょっと待って、混乱してきた。受信料払わない人を応援してて、払うやつはバカだったんだろう。なんでこいつこんなこと言ってんの。もう一回。まあ、やっぱり、いろいろとあるんですけども、まず一番、これ NHK にお金を払わない人に対して、我々はね、ちょっと本当バカなんじゃないのって言う。いや、お前がバカだろ。いや、すげえな。もうここまで行かれちったか。ああ、もう本当に病院行けよ、お前。もう、メンタル本当ズタボロだな、お前。もう病院行けよ。どっちが本心なの？ね、払わない奴はバカなの？ポスターには受信料払う人はバカだと思いますって書いてるんですけど、今、明らかに受信料払わない奴はバカだって言ってるんだよね。いや、行かれとんな。すげえな。気にならない人もいるわけですけども、NHK をぶっ壊すためにやってる政党なので。はい、ぶっ壊す気全然ありません。はい。NHK にスクランブル放送をかけるつもりさらさらありません。はい。立花隆がやったことは、NHK の、受信料払わない人に対して、あ、ごめんなさい、テレビの受信機があるにもかかわらず、未契約者に対して割増金を積極的に導入させた。要は、国民に対して不安や恐怖や、負担を押し付けただけであります。増やしただけであります。はい。
全然国民を守るつもりありません。 NHK 問題で国民を守るつもりなんかさらさらありません。そもそもその、割増金の積極導入は、マッチポンプを起こすためにやった、まあ、理由の一つであります。はい、もちろんね、あの NHK 問題やってますアピールでわけのわからない、続くところがなぜかわかりませんけども、割増金しかなかったということで、なぜか国民にとって負担になるような、割増金の積極導入、しかもマッチポンプも大失敗と、ゲのゲのゲです、はい、ゲのゲのゲ。 NHK 問題をするために政見放送に出て、で、選挙候補にも私が19万人分出てるんで、まあ、この当初の NHK に対する批判というのは十分目的が達成していると思っています。世間に伝わってねえぞ。なあ、世間に伝わってねえよ、その政見放送。全く。響いてねえよ。スクランブル放送もする気もねえし。見ている人が受信料払うような、まあスクランブルに限らずだぞ。見ている人が受信料払って、見てない人が受信料払わないような、そういうシステムにするべきだっていうことをな、積極的に。訴えてくれたらまだいいけども、それもしか訴えたところでな、全くと言ってほど説得力ないし、しかももう集金の個別訪問もほぼほぼないし、まあ委託業者は回ってるけども、以前のようなそれほど悪質だっていうね、個別訪問でもないし、もうお前らの政治的な存在意義というものはもう終わっています。はい、それが分からず未だにむさぼろ、税金をむさぼろとしている醜い56歳児哀れです。でですね、2番目、まあ、今回大きく影響してくるのはポスター掲示板なんていらないって言ってるんですよ。取ってつけたかのように言うのやめてください。はい、ポスター掲示板が不要かどうかとお前らが、ね、ポスター掲示板ジャックしたこと全く別問題です、ね、自分たちのしたことを正当化するために後付けで掲示板がいらないなんて主張するのやめてください。迷惑です。はい、全く別問題です。一緒くたにしないでください。はい、掲示板が無駄だというのであれば、それこそ掲示板なんか利用するなよ。そうだろ、掲示板無駄だって言っておきながらね、ほとんど貼っていない、本当にごくごく一部のところだけ掲示板ジャックしておいて、そのせいで無駄な税金が投入されている。お前たちはバカなのか。言ってることとやってること全く違います。はい。バカなのかと。え？ポスター掲示板をぶっ壊すとなのか、お前らは。バカなのか？え？バカなのか？バカなんだな。うん。立花たちはバカです。バカなんです。バカだから、こんなこと、やっちゃうんです。バカだから、管理できないのに、こんなことやっちゃうんです。バカだから、後付けで、こんなこと言っちゃうんです。はい、今回ね、多くの人が、この NHK 党のポスターをですね、破るというですね、犯罪をしていますけども。お前たちが犯罪を助長しちゃったんだよ、残念ながら。不謹慎極まりない、公序良俗に反する、また、完全に公職選挙法違反と言わざるを得ないようなこともしちゃってる。はい、アウトです。このポスター掲示板自体を廃止してしまえば、こういった犯罪を生み出さないということでですね、ポスターお前やな、河合雄介みたいなポンコツ以外やらねえよ、そんなこと。公職選挙法違反、ポスターで悪目立ちするためにアホなことをする。残念だったね。掲示板なんていらないから、次回もう1年後の選挙までにはこれね、ポスター掲示板をやめるなり減らすなりしてくださいねと、まあ、ポスター掲示板の数をそのままにして中身だけ議論をするようなことをするんであれば、まあ、来年の参議院選挙でその辺をしっかりの争点として訴えていこうと思ってます。心配するな。お前が、その子には、てかね、はっきり言うと、お前の誕生日8月15日か、お前のね、8月15日の誕生日までシャバにいられるかどうかすら、わからしねえよ。だから来年の
な、国政選挙まで心配する必要なんか全くねえし、ポスター掲示板のことを心配する必要全くねえから安心しろ。で、まあ3番目にもう十分の効果が出たと思ってます。うん、もちろん十分な効果出ました。もうお前がね、しょっぴかれる X デーを迎える十分です。十分な準備が十分な準備が整いました。ありがとうございます。ね、ですから、もう我々は別に7月の7日の投票日にね、我々の候補者に投票してくれということは全然思ってないので。だって当選するわけねえもん。当たり前だろよ。もう泡沫候補なんていうレベルじゃねえもんお前ら。アホはガン首揃えてな、24人立候補したところでな、さ、そうがねえだろよ。お前らがなんかね、ポスタージャックであったりだとか、悪目立ちするためだけに立候補してるだけであって、な、それはな、もう十分だよな、な。で、お前たちが、お前だけじゃないよ、立花のお前だけじゃないよ、お前たちが、しょっぴかれる。その準備が整いました。十分です。ありがとうございます。いや、もう十分です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝いたします。まだまだ晴れてないところに貼っていくんですよ。ただ気にならない人、いわゆるね、話したいという人もいるわけですよ。このやっぱり貼って主張したい自由とですね、いやこれは違うわと思って話したい自由があるわけですよ。そんな自由ありません。そんな自由はありません。気に入らないからという理由でポスター剥がしたら犯罪です。大丈夫かお前。いや、相当イカれてんな、こいつ。もうダメだ。もう、なんだろう。いや、やばいな。もう薬飲めよ、ほんと。だから、話したい人の気持ちっていうのもね、まあ、しっかりと汲み取っていきたいと思って。剥がしたいと思わせるようなポスター作るな、バカ。バカじゃないの？で、まあ、剥がしたいと思うようなポスターの内容しか作れないんであれば、もう選挙に関わるな。気持ち悪い。お前がいじめまくってんじゃねえかよ。え？何抜かしとんじゃんお前。何が少数派の意見を大事だよお前。終わらせんなお前。え、無理やりよな、多数派を作ろうとして大津さんを追い出そうとしたくせに、何を抜かしてんのお前。気持ち悪いよ。受信料支払ってる、まさにブーメラン、まさに二枚舌だなお前な。受信料払ってる人は 78%、 78対22、全然少数派です。いやお前、受信料払わないやつはバカだって言ったじゃねえかよお前。お前大丈夫かお前。もう錯乱状態だな本当に。受信料払っていない人は少数派なんですが、すげえなこいつ。しかしながらそういう少数派を守っていくのが我々 NHK の。もう喋っててもうしんどそうだもんね。少数派の意見を守らないとこれ一緒に繋がっていくんですね。といじめっ子が申しております。弱い者いじめしかできないいじめっ子が申しております。はい、結局はいじめが多数する人っていうのは多数派の人がいじめ、いわゆる口。すごいね、散々ネットリンチしてたやつがどの口が言うだよね本当にね。これすごいね本当に。よく自分のことを棚に上げて言えるわ本当に。もうクズですね。はい、立花クズし、大勢の力を使ってですね、お前だよ、基本的には多数派というお前だよ。ミスター多数派さんじゃんお前。じゃあお前ミスター多数派じゃん。多数派の勢いで大津さんにあれだけのポスター貼って、一つの掲示板にあれだけのポスター貼って、嫌がらせしてんだろ、いじめしてんだろ、なあ。ミスター多数派じゃん。ミスター多数派の分際で、少数派の、ね、少数派代表みたいな顔するんじゃねえ、気持ち悪いな、お前。今、常識とかって言ってる人ほど大体いじめをするもんなんですよ。ああ、それは違うよ、な。だってお前、道徳欠如のお前だから、お前がいじめしてるぐらいだから、ミスター道徳欠如のお前がいじめしてるぐらいだから、まあ、そうとは限らないよ。ね、大丈夫、大丈夫。だから、まあ、十分の当初の目的が達成できましたので、やはり、剥がしたいという人の意見を聞いていきたいと思っています。はい、何度も言います。ポスター掲示板を剥がす行為は、犯罪です。はい。で、しかも、なんだっけな、まあ、もちろんね、その、ちゃんと連絡を取って、ここ剥がしますようなのはわかりますよ。何の許諾もなく、いきなり剥がしたら、もちろん警察には疑われるし、場合によっては、減退される可能性もあるし。
大丈夫か、こんなことを進めてる立場の詐欺師も、なんだろうな、犯罪教唆とか、幇助とか、これ可能性ありますよ、もちろん。まあもちろんね、まあもちろんっていうか、まあ OK って言ってるんで、まあね、しかも被害届出さないって言ってるんで、まあ必ずしもではないですけども、でもこれ一歩間違えたら幇助も可能性あるし、第一ですよ。ね、そもそものこの事の発端っていうのが、戦艦や警察に迷惑をかけてしまっていると。で、今回、ポスターをこれ剥がすってなって、それを現場を押さえた警察官、当然職質ないし、現行犯逮捕ないしなきゃいけないですよね。もっとさらなる警察に対しての迷惑行為じゃないですか、これ。大丈夫か、お前は。そんな判断すらできねえか、この数秒で。俺、この数秒でパッと思いつけよ、こういう危機管理、危機管理、想像。簡単に想像つけろ。お前、時間かけて考慮した結果、この判断か。これで警察に迷惑かけないと思ってんの？まあ、警察に迷惑かけてることなんて、実際は何とも思ってないもんな。要は、まあもちろん証拠隠滅もそうだし、まあ隠滅にならないけどもね。だし、もう責任取れないから放置するというね、責任者としては本当にクズみたいな判断をしてるわけですよ。恥を知れ。これでなんか優秀とか言ってる ?56 歳児もう鼻で笑っちゃうねってレベルですね。でそれを真に受けてる盲信馬鹿信者救えないねって話ですね。はい。達成できましたので、やはり剥がしたいという人の意見を聞いていきたいと思っています。なんだ剥がしたい人の意見って。くだらない。お前よ、選挙は何だと思ってんだ、お前。なあ。ポスターを剥がしたいという意見を聞く暇なんてあるんだあれば、なあ。都民のための、都民の声を聞け。東京都民をこうしてほしい、ああしてほしい、もっと今以上に住みやすい、より良い都政にしてほしい、東京都にしてほしい、そういう都民の声を聞けばか。それが東京都知事選挙の本来の姿だ、バカ野郎。そんなことすらわからねえか。バカじゃねえのか、お前。なに、東京都知事選挙で選挙ポスターを剥がしたい人の意見を聞きたい。バカじゃねえのか、お前。これが何、進化し続けている立花ペテン師の頭脳ですか。笑っちゃうねー。ちゃんちゃらおかしいねー。はい。あなたに落書きをしたり、中途半端に、まあ、既存する行為はですね、ゴミが出たりとか、新たな、その、選挙。お前がゴミをポスター貼らした、ゴミを掲示板に貼らしてんだ、バカ野郎。何を勘違いしてんだ、お前。ゴミみたいな、カスみたいな、選挙ポスターを、な、貼らせてんだよ。何抜かしてんじゃん、ほんだろ。生み出すので、落書きはダメです。ね、いわゆる綺麗に剥がさない場合、中途半端に剥がすやめてください。で、すでに被害を受けてるポスター掲示板。もうバカバカしいわ。何このお願い。バカじゃねえの。え、じゃあ何、この立花村主の、ありがたいお話を聞いて、盲信馬鹿信者は、アホ丸出しで、貼ったポスターを、はぁはぁ言いながら何剥がすの。ね、一枚一枚。綺麗に。手間かけて。何の生産性もねえことするんだ。バカだね。バカだね。誰のためでもねえな、こんなの。都民のためには一ミリもならねえな、こんなこと。無駄な人生、違う、無駄な時間を、こんなことに費やすの。ね。限りある人生、時間が限られてる人生で、こんなしょうもないことに時間使うの。うわぁ、すげえ無駄。はぁ、もうこんなもんでいいかな。こんなもんでいいかな。はい。まあもう素直にな、公職選挙法でパクられろ、お前。まあそれプラスな、何か併合罪で行かれて、公民権も停止して、政治の世界から、そして社会から、グッバーイってなってください。ね、楽になれよ。な。
だけど、今夜も眠れないね。今夜も眠れないねって感じですね。はい。皆様はどのように思うでしょうか？コメント欄の方にコメントください。よろしくお願いいたします。以上です。